どうも、のっちん TV です。ウマ娘動画やっていきたいと思います。今回の動画は、飲酒周回論、神スキル飲酒解説動画やっていきます。はい、ということでですね、次回、リーグオブヒーローズ、長距離向け飲酒周回論、そしてあとはね、ラークシナリオとグラマス、どっちがいいのっていうね、周回比較やっていきたいと思います。であとはですね、新シナリオの育成法立ち回り解説についてはこちらの動画上げていますので、お時間あればこちらもチェックしてみてください。はい、ということで今回も動画もですね、結構力を入れたので皆さん高評価そしてコメントもね、いろいろねよろしくお願いします。はい、ということで早速いきましょう。まずはラークシナリオ周回とグラマス周回、飲酒周回どっちがいいのという話があります。以前ですね、ラークの始まった時にこちら、ラークでも飲酒周回ができますよとかやり方の解説はこちらで挙げた動画になります。で、これ比較するとどうなるか、まずこちらになります。両方のシナリオをね、比べるとこんな感じで、ラークシナリオ周回もいいところはあって、まあ時間が短いというところ、そしてあとはまあ光りまくって楽しいとかあるんですけども、まあ特にいいところとしては、秋馬娘が取得できますよとか、ロンシャン丸が取れますよとか、あとは新シナリオの因子のね、他のものね、取れたりするっていう感じです。なんでこっちはですね、まあ特徴的には時短、そしてあとはね、輸入用因子、ここから解説しますが、そういう感じのね、使い方になります。はい、で対してグラマス因子は、まあラークシナリオ周回に比べては時間はちょっと長くかかってしまいます。ただし相性値がラークより高くできるよねっていう明確なメリットがあります。他には馬好みが3女神から取れるとかね、あとは海の加護の話も実はあってですね、ここら辺もちょっと深めなところであります。で、あとはね、本質的なところとしては狙ったスキルをね、取れるっていう感じなんで、特化型因子を作りやすいですねっていうことがあるんで、こういう風になっています。はい、でまずですね、軽く、補足情報を説明すると、新シナリオの因子っていうのはこういうのがあります。例えばスキルポイントが上がるものとかね、あとコーナー校舎とスピードが上がるとか、あと下り坂校舎のものもあるんですけども、他にもこういうね、スタミナが上がるものとかあって、ここら辺がもしね、因子に入ってたらまあ嬉しいものではあるっていうことです。ちなみにですが、こちらの効果量っていうのが大体ですが、こういうね、ステータスアップとかそういう系は13ポイントぐらいなので、まあ耐性に大きく差はつくっていう感じではないです。あったら嬉しいなっていうのが、そういうことを言っております。はい、なんでこういうね、比較なんですけども、さっきのね、話にもつながるんですが、対人戦にはグラマス周回の方がね、強いということが言えます。これはですね、やはりね、いろんなポイントがあるんですけど、まず相性値が高くなるっていうところです。そうすると、赤因子の距離エースとかも受け継ぎやすいと思われますし、白因子とかのね、その継承確率っていうところね、上がりますので、そこでやっぱりグラマスになるということです。ローテーションを比較するとこんな感じです。ラークの場合はですね、やはりここがないっていうところですね、ここから先がないっていうことがあるので、そこの差がついてきます。で、特にですね、シニアのここね、差がつくところを実際に画像で見せるとこんな感じです。ここがないので、天皇賞、秋、もしくは菊花賞とか秋華賞の場所がね、差がつきます。で、ラークシナリオではですね、まあ、天皇賞、秋でやることをで推奨していますが、そうするとやっぱり菊花賞分差がつくという感じです。であとはここですね、ジャパンカップとかマイルチャンピオンシップ、両方出ると相性値がさらにプラスされるんですけども、ここがですね、1個出れなくなるので、そういうところでの差がつくということです。はい、であとはですね、本質的なポイントとして、青エッジで狙ったスキルを取りやすいというのがあります。やはりですね、シナリオ実装前からも解説で言っていたことですが、青エッジより強いギミックってなかなか思い浮かばないよねっていうね、ことを言っていたんですけども、現在でもグラマスの青インシー、青エッジですね、これ強いなというふうに思います。で、他にも女神から馬好みを取れるっていうのは最初にも言った通りですが、こういう風にですね、サポカから狙ったスキルを取りやすく、特化型の因子を作りやすいというところが一番明確な感じかなと思います。はい、であとですね、ここに例の SSR 水丸を入れてるんですが、ちょっとここで補足入れさせてください。で、ここら辺ちょっとね、まあ、あまりね、気にしないよって方は、飛ばして大丈夫です。ここはで、これの話なんですけども、例えばそのね、サポカから狙ったスキルを取るっていうね、時にやっぱり SSR 水丸の強さっていうのが、まあ、際立ちます。で、それはですね、この SSR 引き換え券のおすすめとかのね、ティア表、いろんなツイッターとかに出余ってるのを見るんですけども、そこの話で水丸別に下げなくていいんじゃないかなというふうに見てたりはします。
で三つ丸を例えばティアで下げるのが、まあ、得意率の面だと思うんですけども、やっぱりね得意率っていうのも前解説しましたが、その35との50との差っていうのはまあそんなになかったりするのと、あとはですね本質的に言いたいところとしては、三つ丸はスキルが強いです。なので使用頻度というところで考えた方がよくて、因子周回でもめちゃくちゃ優秀ですし、あとはやっぱトップランナーや他のスキルもあるんで、本育成でも無限に使うんで、なんかそのね得意率とか、それだけを見て、あんまり下げるっていうのは個人的意見としてはないなと思っております。まあそれについてはですね、まあ様々な意見があっていいと思ってるので、まあ大丈夫なんですけども、一応水丸別に下げなくていいじゃんっていうふうに思っているっていうことです。まあ捨て盛りだけをする、査定盛りだけをするんだったらね得意率あってもいいかなという感じです。はい、ということでですね、こちらまとめとなります。とりあえずまずねグラマス周回っていうのを私もやっております。相性値、馬好み、青エイチ、ここなんですけども、さらに深いところとしてはですね、短い距離のレースで海のカゴの話が今後出てきます。これがあるんで、まあ一応ねそのね対人性めちゃくちゃトップっていう風にいきたい、96決とかの場合はですね、この話も、今後するってことはあります。はい、であとはですね、ラークシナリオ周回の出番とかいうところで言えばですね、10月ちゃんみですね、ここではですね、やっぱりロンシャン丸とか輸入したいなっていう風になってくると思います。なんでそこをですね輸入用にっていう感じで、また落周回ちょっとだけ戻るって可能性があります。でロンシャン丸をつけたものをですね、ここ何を言ってるかというと、ソに入れるということでやっていって、そこのね、ヒントも得ていきたいっていうことになります。まあこれに関してはレンタル因子でもいいんですけども、まあそこはね、まあ、レンタルでやるか自前でやるかっていうところは選べます。はい、ということでこんな感じです。次にですね、因子周回でつけたい神スキルっていうところを解説していきます。はい、因子周回でつけるべき神スキル、そしてその回のヒントというところを解説します。特に今回はですね因子周回の話なんで、その白の因子としてつけたいよっていうところにつながっています。でまずはつけたいもの、右回りですね。右回り丸、これはですね長距離はスピードも大事で、これ音大丈夫かな、救急車がいるはい、でこれでですね最高速で走る距離が長いので、右回り秋馬娘というところが重要です。ただし秋馬娘はシナリオから取れるので、右回りこれをね因子にはつけていきたいです。はい、であと登山家ですね。登山家についてもここにまとめたテキストの通りです。まあ使える最初に上り坂があるんでね、結構使えるところが2つあって、そういう解説になっていますが、これは以前の LO1 の解説したところでこんな感じです。まずは今回ですね、結構最速加速とかで使えるものが少なめであるので、終盤の上り坂選ばれた場合は終盤での加速として使えます。であとはスタート直後にね、スタートの下り坂、上り坂で選ばれた場合は、その時には地固め的にも使えるという、そういう意味があります。なので、登山家もですね積んでおきたい品種です。で他には重要なものとして馬好み、これがですね結構重要です。簡単に言うと、これはですね序盤モブ馬娘とかに馬ってね後ろになっちゃうよっていうのを防ぐためにかなり重要となっております。でこれがグラマスでは三女神からもらえたんですけども、今三女神は使っていないのでですね、これ、因子に積みたい最重要スキル一つとして覚えてもいいと思います。はい、で次ですね、神スキルなんですけども、スリップストリーム、遊びやおしまい、コーナー校舎などがあります。でここら辺のスキルに関しては、早めにスキルが出てその後クールタイムが明けた場合ですね、2回発動する可能性があります。なのでコーナー校舎の上位であるプロフェッサー、これ今回神スキルなので、必ず積んでおきたいレベルのですね金スキルになっているので、そこの点でもですねエルコンドルパサーなども強いですね。まあ、あとは北さんとか賢さ帝王とかプロフェッサーいろいろ取ることができます。はい、でここでですね2回発動する可能性があるスキルの知識まとめです。ちなみにですが、ここら辺も2回発動する可能性はあるよっていうことを言いたいです。上がってきたとかペースアップもね2回の可能性があります。今回ソムリエとかはいらないです。はい、でここで言いたいところなんですけども、なんでまずはですねこの3つのスキルが強い、スリップ、遊び、コーナー校舎、まあ、プロフェッサー、これが強いんですけども、それで言うと遊びやおしまいの上位、お先に失礼ですね、これがですねシナリオでもらえるので、これ確実に取るスキルになります。なので遊びやおしまいの因子で安くするもいいということをね、今回この因子周回動画では言っております。
で、あとは上がってきたペースアップについては一応 1.8 秒速です。なのでは諸説という感じですが、一応あってもいいかなとは思います。それはですね、結構出るタイミングが良かったりするので、まあ、逃げとかでね、その追い抜かすときに2番手だったところから出すとね、1番手で行けたりとかね、あとはいろいろそういうのがあるんで、まあ別に悪くはないスキルだと思っていますが、秒数的にはやっぱりこっちが重視されるということです。あとはコーナー校舎はね、いろいろなサポートから取れるんで、まあ因子に積んでるとヒントマックスにもなったりするという感じです。はい、であとはここで言いたいところがですね、先ほどの動画ちょっと挟ませていただいたところなんですけども、これが水丸の強さっていうところでやっぱ忘れちゃいけないことだと思います。水木丸善介はこの神スキルである2回発動の可能性がある遊びやおしまいスリップストリーム、これ両方持っています。なのでまあこれ因子周回でも使いますし、本育成でも例えばで、ね、スリップストリーム目当てにつけるとかで、そういうところもあったりするという感じです。なんで、まあ、そこら辺のねサポカの価値っていうところを解説したくて、先ほどのパートはちょっとね挟ませていただいたというところです。まあ、気になったらねすいません。はい、で次ですね、ここら辺の3秒速の速度スキル、ここら辺優秀です。でまずは尻尾上がり、これめちゃくちゃ安いです。安くて強い、めちゃく最強スキルです。なんでこれ因子に積んでおきたい。サポカーにはね、まあなかなかなかったりするっていう感じで、因子周回で私はパワーネイチャーとかを入れて尻尾上がりとかもね確保しながらやっていたりします。はい、であとはですね、直線コーナーっていうところ、これもちろんスキルとしても超強いんですけども、優先度というところ、こういう風になっております。まず結論から言うと直線が優先です。理由としては序盤に出た場合ペースダウンモード解除というのもあります。で特に大きい点がもう一つこっちでですね、終盤接続狙えるのが直線のスキルの方なので、その点で直線の方を、もしねどっち20丸にしようっていう風に両方選べたら直線を優先してください。そっちの方が強い動きができるということです。はい、であとはですね、因子でつけたいスキル、こちらです。タレウマ回避、これもですね因子にめちゃくちゃ欲しいなというふうに私は思っております。で結構そのねサポカーから取るっていうのもまあできなくはないんですけども、まあ限定されるということで結構因子につけたいです。あとはやはり今回使える加速が多くないというところで、ね、ここにもつながるんですけども、まあ、タレウマ結構マストレベルです。なのでこういう子は抑えてもいいと思いますっていう感じで、因子につけたい神スキルの一つなんですけども、あとはですねノンストップガール積むっていう話も一応ありまして、スペちゃんですね、もし入れれればですが、編成次第ですが、入れれればここからノンストップガールを取る手もあります。あとはですねスタミナサポカ金回復の話もあってですね、そこら辺でですね、まあその、構成で馬娘自体に回復スキルがついてればいいんですけどとかね、そういう風になったり、あとは、賢さのねマンハッタンカフェ持ってるかどうかとかにもよるかなという風に思ってます。はい、で次ですね、青春剣についてちょっと解説していきます。で逃げ馬娘でですね、危険回避青春剣コンボみたいのがあります。で危険回避で外枠にちょっと行って、もうレーン移動するときに青春剣のそのレーン移動中効果で受けて速度もね上がっていくっていうのがあるんですけども、これについての解説は簡単に言うと、ここで金スキル相当のスキルポイントを使って、いきます。そうすると、まあ、金の、ね、速度スキルを積むのと、この3つとか2つを積むのどっちがいいのっていう風になったりします。で簡単に言うとこれはですね、まあ、あんまりその、ね、稼げる馬身数では変わんないかもっていうね、そういう計算もあったりします。まあ、ただしやっぱりね出る位置は強いので、もしあったら積んでもいいかなみたいな感じという風に私的には考えております。まあそれは外枠ケアの意味もありますし、あとはね深いところではなんか外枠ブロックっていうのがあったりする、そこから戻る時用とか、ね、そんな感じになりますが、まあこれはスキルポイントのヒントが安かったりしたり、あとは切れ物ついた時かなとかね、そういう感じにはなると思うんで最優先ではないですが、こういう感じになってるのがオファルケンです。であとは因子周回の今回話をしていてですね、因子にはつけといていいです。別につけない理由がないです。その理由が素として優秀になります。アオハル剣もついていて、他にも優秀スキルがついているっていう、因子のね馬娘ができたらめっちゃ優秀じゃんってなるので、普通につけといていいっていう感じです。で他は将来的なことを言うと、春天の時でもね別に使うっていうことがありますので、これも因子にまずはつけておいてもいいです。
はい、であとはですね、ここら辺ですね、回復スキルへのヒント、これもあるといいです。まあ安くするという意味もありますし、やっぱり長距離はスタミナ大事っていうところもあったりします。その中でまずはですね、ピックアップするとマイペース、これもですね、後ろでめちゃくちゃ、神なスキルだと思っております。これは、白スキルでも 3.5% 回復する、普通の白スキルは 1.5% なんですが、その 3.5% 属なのでマイペースめちゃくちゃ強いなというふうに思っています。はい、であとはですね、脇目も振らずバイブス上昇のこの2つの、複合のスキルなんですけども、脇目も振らずもし白で取った場合っていうところは普通の回復スキルの効果 1.5% プラス速度がちょっとだけついているよっていうね感じになります。なんでこれもですね、まあ特に安くしたいっていう感じはあるので因子につけておいていいです。でバイブス上昇の方はパーマーのね、スピードサップからもらえるんですけども、こっちはまあ速度スキルにビビたる回復がついているよっていう感じになっています。まあこれもヒントが高ければ普通にね、まあ、白ですらとってもいいというね感じです。で他にはですね、有効回復であるコーナー回復、直線回復、深呼吸、青春帯もしあればですが、ここら辺もですねヒント安くして、長距離で備えていいと思います。はい、であとはですね、快速どうなんですかっていうのも結構質問が来たりするところです。で快速についてはまず回復もついていますが、回復量は白の場合は 0.35 というねビビたる量しか回復しません。金スキルの場合はね結構回復量があって神速めっちゃ強いなっていう感じだったんですけど、白だと、ほぼ回復はもう、ね、まあ、ないみたいなもんでもいいです。でもちょっとあるよっていう感じです。ただしこのスキルは普通に3秒速の現在速度です。3秒速の現在速度なんで普通にこれもヒントについてても嬉しいものです。効果値としては現在速度が1500の3秒、そして 50% 以降の位置に出るんですが、どこでも出てよくて、さらにまあちょっと回復ビビたるものがついているという感じです。なんでこれも普通に因子にあっていいよっていう話をしているっていうことです。まあ、とりあえずですね、白スキル系統で言うとやはりマイペース神だなというふうに思います。 3.5% 回復ということです。はい、で他にはですね、客室限定とか条件とかついている回復スキル、これもまあヒントあってもいいです。でまず一般論として長距離なんで白回復も安ければいいよねっていうね、そういう話があります。もちろん金回復も積んでっていうところですが、その金プラス白何個っていうね、そういうところです。なんですがここで言いたいところですね、この回復スキルの全般の話をね今いろいろしていますが、それはですねスタミナ勝負、位置取り調整、リード確保、これから辺のね新システムにも影響します。で、そこら辺でですねこの解説もあるんですが、そこをするとですねちょっと注目が静かな呼吸、まあ、潜伏体制ですね、ここが少しだけ注目しています。でそれ何を言ってるかというと、このね、潜伏体制出る位置がいいです。これがレース中盤が迫った時なんですけども、これがあるとですね、まあ、位置取り調整とかがちょっとしやすくなるよっていうのがあったりするっていうところで、回復スキルめっちゃ後の方に出るとですね、そのタイミングに間に合わなかったりするっていうのがちょっとだけあってですね、そういうところで一応注目しているスキルではあります。ただしこれねロブロイを刺すかっていうところで、まあスピード3枚だったらロブロイも刺して右回りも取ってっていうところ考えられるんですけども、まあサポカの火力というものもあるんでね、まあそこら辺は結構考慮かなというふうに思っています。はい、であとはですね客室ごとにいろいろあるんで、そこら辺取ってもいいかなというところです。刺しだったらここら辺、逃げ、先行っていう感じ、あと追い込みっていう感じで、ここら辺もヒントがあっていいです。あとは解説ポイントとしてはジャジャ馬娘とかね、そこの錦鯉任せとかそこら辺のスキルなんですけども、進化版は溢れてしまうというのがあります。最初に見た通りコースすぐそこに上り坂があるので、まあ、その後ね開始5秒制限後に出たりするのでですね、すぐ出ちゃって溢れることがあるので注意してください。はい、であとはですねビップカオパスについてもそういうのがあります。ビップカオパスは条件は追い抜きモードになることなんですけども、早く出すぎると溢れることもあるなという、ね、感じではあります。まあ一応ですねそのね5秒制限10秒制限の話があるんで、まあ別に悪くはないんですが、一応ねそういうことです、ね、他にはあと注目的には、例えば鋼の石とかもヒーローズでは人数多いから、まあ、出るかもしれないんじゃねみたいなね、そこら辺の話もあったりはしますが、そこはまあ置いておきましょう。
はい、であとはですね、演習周回でつけるべき紙スキル、ここら辺です。ここら辺もできたらっていう感じかもしれません。特に自制心つけて周回するのはなかなか難しいかもしれないんで、まあ上級者向けではあります。で、自制心は因子からしか取ることができません。まあランダムイベント一応ありますが、因子からほぼ取るという感じです。で、今回ですね、スタミナ重要性があるのでですね、かかりになりにくくするっていうこの効果がある自制心も、まあ、注目のスキルではあります。まあ、ただしここまで積むのは難しいのでマストっていうわけではないです。はい、で次、地固めの話をさせてください。地固めですね、もちろん逃げだったら普通に因子に積んでいっていいです。あとはですね、結構今回ですね、馬群に飲まれるっていう話があって、馬群に飲まれないように後ろとかでも地固めありかもなみたいなこともちょっとは思っております。で、地固め自体のスキルポイントはもう70とかめっちゃ安かったりするんで、スキルポイント面の負担はあんまりないので、そこでね積むかって話が出てきます。なんで、まあ一応これはですね、あればでいいからっていうのがまず結論なんですけども、まあ客室ごとに言うとこんな感じです。逃げはもちろん盤石も含めね、必須です。で、先行地固めの場合はですね、先行がもし後ろのバグに埋まってしまったらもう終わりになっちゃうんで、先行はあっていいです。あとは強い逃げとかもねいたりするんで、先行別にあっていいかなと思います。で、あとは後ろ客室の話は地固め、まああれば取ってもいいかなと思っております。普通のそのね、馬好みとか速度スキルでペースダウンモード解除でもいいかなとは思いますが、なんか結構ですね、まあ馬って後ろに行く方が嫌なので、こういう感じに解説しております。はい、で他のスキルですね、影打ち、このスキルめっちゃ優秀です。接続を狙えてですね、1位から6位まで出るんで、リーグオブヒーローズで、例えばね、人の馬娘、人と自分で合わせて6人なのでね、1位から6位という順位はめちゃくちゃ優秀だと思います。はい、であとは内弁慶ですね。内弁慶は内的体験の回スキルです。で、内的体験自体が、ワンハッタンカフェのシナリオリンクで取ることができるので、これもヒントで安くするとですね、かなり取りやすくなります。なんで内弁慶の因子も結構おすすめなんですが、だいたいこういう感じですね。今回賢さのカフェめっちゃ強いなって思います。カフェは内的体験をまずリンクで取りつつ、あとはクールダウン取ることができます。なんか特にですね、今その無我夢中の話もあるんですけども、クールダウン目当てっていうところ、これで使うとマジで強くてですね、これカフェの解説になってしまいますが、回復イベントもバンバンバンと来て、さらにクールダウン取れるんでね、めちゃくちゃ強いなという評価はしております。まあ、ちょっとガチャのタイミングがですね、新シナリオ前だったんで、なかなか引きにくかったかなとは思いますが、またカフェが強いなっていうふうに思ってはいます。他にはスタミナから取ることもできます。リンクのスキルは両方ありつつ、スタミナグリードとか対前磁石とか回復金とかもあったりするんで、スタミナカフェ持っていれば、まあそういうところで使っていくこともできます。はい、であとはですね、こんな感じです。他にはですね、客室系の専用スキルっていうのは全然取っていいです。まあそこはもう全部書くとあれなんで割愛します。まあどういう意味かというと、例えば逃げでね、脱出術とかいろいろね、そこら辺つけますよとか、先行は真っ向勝負の因子に積んで、アンストパプロの回も積んでもいいよねとか、まあ、そこら辺は全部積みます。で、あと追い込みは直線一気、これは絶でマストスキルです。順位条件なしで最速加速できますんで、追い込み馬娘を出すって話だったら、迫る影もちろんですけども、安くする直線一気あってもいいですし、迫る影なし勢出すんだったら直線一気絶対的に必要なんで、そこは積んでいった方がいいと思います。はい、ということでですね、ちょっと今私どんな感じになっているかというのを少し、まあゲーム内実例もおさらいしたいとは思うんですけども、まあ例えばですが、こんな感じになっています。まあ一応ね、そんなこんなに強い印象作んなくてもいいんですけども、まあこういう感じで登山家をつけますよとかで、長直長高、快速もあっていいよねつって、直線校舎コーナー校舎で秋とかね、で逃げだったら先駆け逃げ直線とか、そういう感じになっています。で、ここら辺の因子めっちゃいいなと思ってたんですけども、これまあ先月に作ったやつなんですけど、読みで作ってたんですけども、例えばですね、登山家積んで馬好みね、これ積みたいよねって話ありつつ、これ差しだったら差し切り体勢、差しコーナーとか、長直長高、深呼吸、シナリオとか、まあこんな感じになってます。で、あとは最近の因子周回した系で言うと、ここら辺ですかね。まあ、こういうのでですね、回復スキルも取りつつ登山家積んで、これ巻き目とかバイブスとかもあったら嬉しいかなって、遊びをおしまいとか、こういう感じになってはいます。
なんでまあここまでのねやんなくてもいいんですけども、今言ったスキルの中で、まあ、優先スキルを言っているので、そこら辺を取るっていうのでねやってみてください。結構スキル全部は取れないって時があるんですけども、優先度を考えながらやるのに参考にしてみてほしいです。はい、であとはですね、ちょっと最新の理論っていう感じでですね、ここもちょっと重要かなとは思っております。緑スキルのスタミナの話です。スピードがまず重要っていうのは右回り秋はみんな分かってると思うんですけども、地味にこの京都レース場とか非根幹距離とか、これ重要性ちょっとあるかもっていうのがあります。その理由がこのね3種の新しいシステムとかにもね影響してくるっていうところがあってですね、ここがですね、まあこれも印紙につけてもいいと、まず1周回動画では言っておきたいと思います。でこれちょっとまた新しい解説になっちゃうので動画を分けますが、別動画上げるんでぜひともチャンネル登録してチェックしてみてください。まあ、実際ですね結構本当にやっているところとしては、ここにね京都とか非根幹とかつけようとしているんで、まあ飲酒周回まずはするときに参考にしてみてください。はい、ということで、動画ご視聴ありがとうございました。まあ結構ね動画編集時間かかるので、高評価やチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとは途中ちょっと挟ませていただいたものなんですけども、やっぱりねサポカーはね飲酒周回も含め、なんかその使うかどうか、実際使わないものを交換しても意味ないので、そこの使用頻度ということで考えるとですね、なんかそのジャンポケとかね水丸だったらちょっとジャンプ、水丸の方が強いかなとか思いつつ、やっていますが、とりあえずね引き換え券はラモーヌをやって、あとはスピードサポカー考えて、その後根性っていうね感じかなとは思います。ということがちょっと補足だったんですけども、ご視聴ありがとうございました。まあ結構今回はかなりまとめてきたんで、皆さんも長距離リーグオブヒーローズに向けて飲酒周回やる方は頑張っていきましょう。それではのっちん TV でした。最後までご視聴ありがとうございました。いろいろ動画上げてますので、よければですねもう一本見てみてください。あとはね最後までここまで長い動画をいつも見てくださってありがとうございます。感謝です。高評価もありがとうございます。ということでまたお会いしましょう。のっちん TV でした。ありがとうございました。またな。バイバイ。